皆さんおはようございます。我が町一押し情報の時間です。この番組は毎月第3土曜日の午前10時と翌日曜日の9時からお送りしています。三田市では市民の皆さんのニーズに応えるため、さまざまなサービスや重要な施策を行い、魅力あるまちづくりを進めています。毎回スタジオに市役所の担当者の方にお越しいただき、まちづくりの一押し情報について分かりやすくお話しいただきます。お相手は門垣俊子です。さて今日は環境省エネ推進課の久保課長にお越しいただいてます。久保さんおはようございます。おはようございます。今日はどのようなお話聞かせていただけるんでしょうか。はい、5月1日から申請の受付を始めました、はい、三田市住宅用太陽光発電システム導入支援補助事業、はい、これと7月2日から要請が予定されております、はい、節電についてのお話をさせていただきたいと思います。はい、節電と太陽光発電ですか。省エネルギーや再生可能エネルギーなどどちらも東日本大震災以降関心の高まっている内容ですね。そうですね、はい、また省エネルギーや再生可能エネルギーは地球温暖化を防止する上で、非常に重要になります。そうですね、市役所では地球温暖化対策として緑のカーテンとか、はい、ライトダウンキャンペーンというようなものにも取り組んでいます。はい、市の取り組みとして様々なものがある中で今日は太陽光発電の補助事業と節電についてお話をいただけるということですね。太陽光発電はテレビでコマーシャルされていたり市内を見渡してみても太陽光パネル設置している家があったりかなりこう身近なものになってきましたね。市民の皆さんも自然でクリーンなエネルギーで、はい、CO2 を削減できる太陽光発電への関心が高まってきています。燃料とか潤滑油補給、冷却とかする必要がない、また無人運転されるということで、メンテナンスほとんどいらない太陽光発電システム、これは多くのメリットがあります。はい、技術革新とともに発電効率の方も上がってきておりますので、これから設置してみようという方もまたまた増えてくるのではないかなと思います。はい、ただ太陽光発電少し高いというイメージあるんですけども、はい、一昔前、はい、1990年頃ですかね、1キロワットあたり200万円ぐらいしていたんですけれども、はい、最近では1キロワット40万から50万ぐらいまで、なってきているようです。はい、そういう意味では、設置コストの方も年々下がってはきているんですけれども、それでも一般的には一住宅あたりだいたい100万円以上の導入費用が必要になりますので、まだまだ大きな出費にはなります。ぜひ、太陽光発電を導入するときには、市の補助金の方利用していただけたらと思います。はい、今お伺いすると確かに大きな出費ですけど補助があれば嬉しいですね。太陽光発電の補助制度今年度から新しく設けられたものなんでしょうか。実は平成17年度以前にも、はい、住宅用の太陽光発電システムの設置についての補助というのがあったんですけれども、今年の24年度からは、内容も変えまして、スタートしております。そういえば以前にも太陽光発電に補助があったんでしたね。では今年度からの補助事業どのような内容になっているんでしょう。はい、今回の分つきましては、国の補助金を利用して、自らのお住まいの三田市内の住宅にこの太陽光発電システムを、設置した方、または、太陽光発電システムが設置されている住宅を、自分で住むために、新築されたりとか、はい、購入した方に補助金を交付するというものです。はい、太陽光発電を導入した三田市内の家庭に補助金交付するということですね。金額おいくらぐらいなんでしょう。はい、太陽電池最大出力1キロワットあたり 1万円で、上限が4万円となっております。はい、最大で4万円までいただけるということですね。一般的に何キロワット程度設置される方が多いんでしょうね。そうですね、3キロワットから4キロワット程度設置される方が多いようです。ということは上限額近くいただける方が多いということですね。では補助金いただくのに条件などありますか。はい、住宅用の太陽光発電システムの設置につきましては、はい、国、正確にはなんですけども、はい、
太陽光発電普及拡大センターからの、住宅用太陽光発電導入支援対策補助金、これの交付決定通知書を受け取った方が対象になります、はい、また、今年の4月1日以降に、電力会社と太陽光発電システムの電力需給契約をした方、はい、つまり、電力需給の開始日がこの4月1日以降で、まあ、あと市税を滞納していない方が対象となっております、はい、また国と市の補助金の申請者は同じ方でお願いしたいと思います、はい、なおこの補助金は個人のみが対象となっておりまして、はい、法人とかマンションの管理組合、別荘とかは対象にしておりませんので、ご注意いただきたいと思います、はい、電力会社との電力需給契約、つまり需給開始を4月1日以降にしたという方、それから国の住宅用太陽光発電の補助金交付決定通知を受け取った個人が対象ということですね。補助の件数どの程度予定されていらっしゃいます？はい、24年度市の方での予算1000万円を予定しておりまして、1件あたりの補助上限額が4万円ということですので、はい、まあ、単純計算して250件程度を見込んでおります。そうですか、250件ほどということですね。ちなみに現在どれぐらい申請出ているでしょう？はい、この5月1日から開始してるんですけれども、まだ1ヶ月ほどということで、はい、まだそれほど多くの申請はないんですが、はい、まあ、電話での問い合わせも結構ありますので、これからどんどん増えてくるんじゃないかなというふうに思っております。今からの申請でも十分間に合うということですね。補助金の申請、どのような書類が必要なんでしょう？補助金の申請書と請求書のほかに、はい、国の方から補助金交付決定通知書というのと、はい、補助金交付申請書兼完了報告書というものが、これが届いてくると思います、はい、これの写しですね、はい、その他に、住民票とか もしくは外国人登録原票記載事項証明書、はい、これと、同意書、それから書類のチェックシート、はい、それとあと補助金の申請手続きを代行してもらう場合につきましては、この委任状が必要になります。補助金の申請書や請求書のほかにも必要な書類いくつかあるんですね。申請書類、市役所に行けばいただけるんでしょうか？はい、市役所の環境省エネ推進課の窓口や、各市民センターなどに申請書類やパンフレットの方を置いております。はい、また三田市のホームページでも申請書類やパンフレットからダウンロードできるようになっています。パンフレットもあるんですね。申請の際、書類を市役所まで持っていけばいいんでしょうか？そうですね、できるだけ郵送で送っていただければと思っております、はい、市役所の環境省エネ推進課までお持ちいただいてもいいんですけれども、窓口ですと書類の審査に時間がかかることもありますので、はい、書類はなるべく市役所まで郵送していただくようお願いしたいなと思います。はい、わかりました。窓口ですと書類の審査に時間がかかることもあるそうなので、できるだけ郵送でということですね。受付期間いつまででしょう？はい、来年の3月22日までを予定しております。で、22日の決心有効ということです。はい、そうですか。なお申請は先着順に受け付けておりますので、予算がなくなり次第、受付の方は終了とさせていただきますので、ご注意いただきたいと思います。はい、予算がある限りで3月22日まで受け付けていらっしゃるということですね。ではその他気をつけることなどありますでしょうか？よくお問い合わせいただくんですけれども、はい、国の方の補助金では太陽光発電システムの設置工事前に、補助金の申し込みをまずしていただくんですけれども、はい、申し込みしていただくと2週間ほどで、補助金の、その受理決定通知というものが送られてくるんです。はい、でこの書類が届いた時点ではまだ市の方への補助金の申請はできませんので、この辺ちょっとご注意いただきたいと思います。はい、補助金の受理決定通知届いた段階ではまだ補助金の申請三田市の方にできないということですが、それはなぜですか？もう少しご紹介いただけますか？はい、太陽光発電システムの設置工事が完了してから、はい、国への補助金の申請を
改めてしていただくことになるんですけれども、はい、その後補助金の交付決定通知書というものが改めて交付されます、はい、先ほど申しましたようにこの補助金の交付決定通知書が届いた後に、市に補助金の申請をしていただくということになります。なるほど、補助金の受理決定ではなくて交付決定通知後に三田市への補助金の申請ができるということですね、はい、間違われることもあるかと思いますので、書類の確認などよろしくお願いしたいなと思います、はい、では私の方から三田市住宅用太陽光発電システム導入支援補助事業について整理して紹介していきましょう。太陽電池の最大出力1キロワットあたり1万円で上限額が4万円。住宅用太陽光発電にかかる国の補助金交付決定通知書を受け取った方で太陽光発電の電力需給契約を今年の4月1日以降にした方が対象となります。申請書類は市役所の環境省エネ推進課または三田市のホームページでダウンロードできます。詳しくは三田市ホームページをご覧いただくか環境省エネ推進課電話 079-559-5064 079-559-5064 こちらの方にお問い合わせいただきたいと思います。はい、まだまだ受付期間残っておりますので、はい、たくさんの申請の方をお待ちしております、はい、それでは続いて節電についてなんですが、また昨年同様に電力不足が起きる可能性が高いということで節電の要請行われていますね。はい、すでに新聞とかテレビでも報道されておりますので、よくご存知かと思いますけれども、はい、関西電力管内におきまして一昨年の、平成22年ですね、その時の夏に比べて 15% 以上の節電要請が、発表されております。昨年は結局深刻な電力不足にはならなかったんですよね。はい、私ども三田市役所におきましても、7月から9月末まで、エアコンの設定温度を28度にしたりとか、照明本数を減らしたりとか、はい、農残業デーの徹底、それから、朝に残業する朝残というようなことを、はい、こういうようなこともいろいろ取り組んでまいりました、市民の皆さんとか企業の方でも節電の取り組みなどさまざまな協力もいただきましたので、危機的な状況には至らなかったようでございます。今年は昨年よりももっと電力需給厳しいんでしょうか。関西電力とか、国の検討会合での試算によりますと、かなり厳しいということを聞いております、昨年の夏はまだ動いてた原子力発電所がありましたので、しかし、今年は国内全ての原発が、止まっている状態ですね。そうですね。ですので、火力発電とか揚水発電といって、水を、池に戻してもう一度発電するという発電ですね、はい、それとか、他の電力会社からの電力を融通してもらったり、それとか、企業の方で独自に発電されているところもありますので、そこから電力を買い取るというふうなことで、夏の電力を賄わなければならないというそういうような状況になっております、はい、そういったものも含めまして、一昨年平成22年度の時に比べて 15% 以上の節電をしないとちょっと乗り切れないというような状況で言われております、はい、この 15% 以上の節電となりますとなかなか厳しくなりそうですね、はい、ただ以前から話題になっている、福井の大井原発の、再稼働の方、準備の方も進んでいるようですし、そうなればこの 15% という節電要請も、見直されるというふうなことも考えられるんですけれども、再稼働になったとしたしましてもね、今報道では、再稼働フル稼働までには約6週間かかるということを聞いておりますので、フル稼働するこの8月にならないと電力需給の方は賄えないということもありますので、
非常に厳しい状況が続くというふうに考えております。はい、私たちもできることは協力していきたいんですけども、では具体的にどのような取り組みあるでしょうね。そうですね、ご家庭では、夏の日中、特にお昼からの1時から4時の間での節電の方が重要になってまいります。この時間帯は、一番気温が上がるということで、はい、エアコンなどもよく使われるということになりますので、夏の電力需給のピークもちょうどその時間帯に当たるということです。この時間帯を重点的に節電に取り組んでいただきますと、効果が出てくるのかなというふうに考えております。はい、お昼過ぎ午後の1時から4時が特に重要なんですね。はい、例えばエアコンの設定温度を高めに設定していただくというのは効果的です。はい、またすだれとかよしずで、緑のカーテンといったものを設置していただきまして、窓からの日射を防ぎて室温の上昇を抑えたりしていただきますと、エアコンに頼る割合も減ってくると思いますし、さらに扇風機を併用していただくと、室内の空気を循環させることができますので、冷房効果の方も上がります。はい、なるほど、エアコンに頼りすぎない工夫が必要なんですね。はい、ただ室内での熱中症の危険もありますので、こまめに水分補給とか塩分補給をしながら、無理のない範囲で、工夫しながら使っていただければと思います。体調を崩してしまうと元も子もありませんので、ね、そうですね。去年も節電の影響から熱中症になってしまったというニュース報道されていましたものね。市民の皆さんも熱中症には十分お気をつけいただきたいと思います。ちなみにこの緑のカーテン、どの程度効果があるんでしょうね。はい、皆さんも緑のカーテンよくご存知かと思うんですけれども、つる性の植物を利用した、自然のカーテンということで、癒しにもなりますし、ご家庭での設置も増えてきております。市では平成20年度から、この緑のカーテンにも取り組んでおりまして、今年は、市庁舎や学校など40カ所ぐらい今実施しております。で、先ほどの効果ということなんですけれども、あくまで、市役所での測定結果ですが、この緑のカーテンを設置することで2度から4度ぐらい、温度を下げる効果が確認されております。はい、2度から4度は結構気温、涼しくなったんだなというふうに感じられますよね。実際の気温だけでなく見た目にも気分的にも涼しげですね。さて、それではその他どのような取り組みありますか。はい、いろんな方法があると思いますけれども、身近なところから言いますと、例えば冷蔵庫の設定温度を今日から中に下げていただく、また、扉を開ける回数を、減らしていただいたり、できるだけ時間を短めに開けていただくというようなこと、またさらには、扉を開けていただいたところに、カーテンの名前をつけていただきますと、中の冷気が外へ漏れにくくなったりしますので、そういうふうな部分でも効果があると思います。また入れ方につきましても、食品を詰め込まないとか、それから他の方法としましては、リモコンでいろいろ最近操作する機会が増えてきているんですけれども、そのリモコンの電源で、スイッチを切るんではなしに、本体の主電源の方を切っていただくと、それとか、使っていない電気機器をもうコンセントからプラグ自身をもう抜いていただくと、テレビなんかですと、省エネモードがあれば、それにして設定していただくとか、あと、画面の明るさをちょっと下げていただいて、できるだけ消費電力を減らしていただく。で、当然ですけども必要な時以外はもう消していただく、これはもうこまめにやっていただいたらと思います。そういうようなことでいろんなところで節電することができるんではないかなと、ただ、無理のない範囲で、エアコンを消していただいたり、先ほども言いました扇風機を効果的に使っていただく、またエアコンのフィルターなんかもこれこまめに、掃除していただくと、電気の使用量も結構減るということになっております。そうですね。
あとまあ毎日のことになるかもしれませんけども、はい、お米炊く場合ですね、まあ1日分をまとめて炊いていただいて、あと余った部分といいますか、それはちょっと冷やした後冷蔵庫の中で保存していただく、でまた使う時にはまあ電子レンジ等で温めていただくということなんですが、あの入れる時に薄めに平たくしていただいて、で四角くじゃなしに丸めのおせんべいのような形で保存していただくと、あの今度電子レンジで温める時はあの不要な電気がかからず、まんべんなく温めてまた美味しく食べれるということなんです。まあそういうのも一度試していただいたらと思います。はい、いろいろ今教えていただきましたけども、そう考えていくと私たちにもできることたくさんありますね。はい、普段やっぱり意識してなくても、この機会に、まあ電気の使い方について、まあ、改めて考えていただくと、たくさんいろんなことが見えてくるんではないかなと思います。本当そうですね。節電だからというわけじゃなしに、まあ、省エネとして、継続して続けていくこともたくさんありますし、結果的には温室効果ガスの削減にもつながります、まあ、地球温暖化問題、まあ、これに貢献できますので、まあ、こういう機会です、まあ、ぜひできるところから取り組んでいただけたらと思います。はい、電気を節約すればまた家計にも優しいですからね。塵も積もればですね、小さな取り組みでもみんなが継続して取り組んでいけば、電力不足や地球温暖化問題に大きく貢献できるということになりますね。はい、やはり一人一人の取り組みが必要不可欠です。はい、まあ、ちなみにこの6月は環境月間になっております。はい、普段の生活の中で、まあ、無駄な電気使っていないかということを、まあ、今一度確認いただき、そういうことで、まあ、世界規模の問題である地球温暖化の解決にも少しで少しかもしれませんけれどもね、なんか役に立っていくかなと思いますので、はい、まあ、様々な環境問題を意識して、行動をまたしていっていただければなというふうに思います。今日は現在受付中の太陽光発電の補助金と節電についてお話をいただきました。久保課長どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。次回の放送は7月21日の土曜日午前10時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。我が町一押し情報、この時間は三田市のサービスや重要な施策などについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次回はどんなお話聞かせていただけるんでしょうか。どうぞお楽しみに。